こんにちは、神崎チャンネルの神田です。はい、やってまいりました。申し訳ありません。さっきも寝ちゃったね。はい、さて今日は何やりますか。まあ何もやらないね。はい、なんとなんと神崎チャンネル11月16日から頑張ってまいりました。はい、で、3日前ぐらいなんですけど、なんと登録者様1000人突破でーす。イエーイ、やりました。かなり嬉しい。友達1000人できました。長かったね、約半年間か。まあ時間かかったね。で、途中最初ね、椿だけの成長日記にしようかなと思って、カンナはかわいそうかなと思って出さないと思ってたんだけど、でもカンナやりたいって言い出してね。で、なんで突然やりたいって言ってたの覚えてない？みんなの YouTuber が楽しそうだから。ああ、そうなんだ。それでカンナもやろうかなと思っての、だから途中から、じゃあまあカンナもやるかって。ほんとパパね、カンナ次はじゃあカン、椿葉月です。なんだそれ。そうかそうかそうか、椿の後に誰か生まれたら嬉しいかなっていうので、はいはいはい、まあそれはまた、まあうん、ママに相談しとけ。まあいいや、もうちょっとくるっと回ってみ。前はこんな感じ。ああ、前こんな感じ。はい、ででん、あ、いいよ。なんかもう貫禄ある。おお、かっこいいっしょ。いいね。こんな感じ。はいはい、今日なんか企画っていうのはないんですけど、まあちょっと久しぶりにね、なんだっけ、これ着物か、着物着たいって言うから、着物着たいっていうわけでもないかな。カンナが選んだ。おお、いいね。あ、カンナ選んでたんだ。うん、よかったでしょ。じゃあまあ本当にあれだよね、まあ頑張った。まあ今日何があるってわけでもないけど、まあ本当にいろんな人方コメントくれるしさ、まあ結構優しい言葉もかけてくれて、まあ可愛いって言ってくれたりとか、可愛くないとかって言われたりとか、言われてねえな。なんかね、あんまりそうやって言われること少ない、あんまりっていうか言われてないから、まあね、うちの子はまあまあぷっくりだから、まあ仕方ないかなと思ってたんだけど、まあ、全然言われなかったんだよね。だからあんまり言われるかなと思って、パパは出さないでおこうかなと思ってたの。でも全然本当に優しい人が多くて、うん、どっちかっていうと可愛かったよって言ってくれる方が多いから、優しくね。うん、まあ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 、どこの世界に行ってんだよ。まあいいか。はい、じゃあもう一回感謝しようか。はい、じゃあ1000人以上の登録者の方々、あ、ちょっと待って待って待って、ね、一つ皆さんにちょっとだけアドバイスがあります。アドバイスというか、どうやったら1000人とかそういうのはおこがましくて言えないんですけど、審査今うちやってるんですけど、そのパートナーなんちゃらの YouTube のその前にアドセンス登録ってしといた方がいいと思います。あ、ちょっとめんどくさかったです。めんどくさいっていうか時間がかかりました。で、アドセンス登録が終わってから動画の審査が入るんですよね。今その審査中なんですけど、なのでそのアドセンスっていうのは先に登録することができるみたいなんで、皆さんもしそういうその収益化を目指されている方がいらっしゃれば、やっといた方がいいと思います。はい、じゃあ1000人以上の方々、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあカンナ閉めるぞ。カンナボタン押してください。チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画見てください。バイバイ。はい、バイバイ、ありがとうございます。ドゥン。